俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは A のウイルスの流行で世界中の数多くの企業が経営難に直面していることを知っていますか？今回ご紹介するある国の航空会社もその中の一つです。お届けするエピソードは、ある台湾人の女性が家でテレビを見ていたところ、気になるニュースが入ってきました。それは、中国の航空会社があることを理由に乗務員を大量に解雇したという内容でした。ただの大量解雇ではなく、ある特定の人たちだけが解雇されたということを知り、不思議に思うのですが、その理由を知り大変納得することになりました。その理由とは一体何だったのでしょうか？ぜひ最後まで見て確かめてくださいね。私の名前はリン。台湾人の34歳よ。普段は会社員として働いているわ。この間休みの日に家でスマホのニュースサイトを見ていたら、気になる記事が流れてきて、つい見入ってしまったの。今日はその話をしようと思うわ。2020年3月10日に、中国の民営航空会社である東方航空が、例のウイルスによる経営悪化を理由に、2年間契約職として勤務した韓国人乗務員全員に対して退職を通知したようなの。そのニュースを見た時に、最初、なぜ全員韓国人なのかしらって思ったわ。同じ年に、今回解雇された韓国人乗務員と共に入社した日本国籍とイタリア国籍の乗務員は、12日に契約職から正規職に予定通り転換されるため、航空業界にコリアフォビアが広がっているのではないかという指摘が出ているみたいなの。航空業界によれば、東方航空は9日に韓国人の客室乗務員73人に11日に告知書で契約が解除されるという内容を伝えたそうよ。その大まかな内容は、現在の航空市場内の変化で当社の経営が大きな影響を受け、勤労契約を更新できないと記されていたみたいなの。今回採用された韓国人乗務員全員が契約満了を通達されたのは、これが初めてだったみたいなの。確かに経営なんてことはわかるけど、乗務員全員が契約満了だなんて、私も初めて聞いたわ。それで、この韓国人の73人は2018年に採用された乗務員で、12日に正規職に転換する予定を控えていたらしいわ。東方航空の乗務員は、通常2年間契約職として勤務した後、正規職に転換されるシステムみたいよ。再契約を12日に控えていながら、10日に契約満了ということを一方的に通知されたようで、これまで勤務怠慢や大きな問題を起こさない限り、全員正規職に転換されるのが一般的だった、と該当する乗務員が周りに話しているそうなの。それに加えて、1週間前にも新入社員準備のための応急訓練、身体検査の工事を受けて、ユニフォーム新整備の案内も受けたのに、突然契約解除になって困惑している、とも話しているみたい。該当乗務員に対して東方航空は、既存の退職金の他に2ヶ月分の給与を慰労金として追加支給するとして、退職合意書に署名するように強要したらしいの。そして、それだけではなく、訴訟を起こさず、マスコミなどに情報を提供しなければ、慰労金を2倍以上多く払うと提案したみたいなのよ。東方航空側は、当然だけど公にはしたくなかったようね。それで私思い出したんだけど、この東方航空って名前をつい最近も聞いたことあるの。つい先月も中国の武漢市などの例のウイルス感染者が多い湖北省路線に集中的に韓国人の乗務員を投入していると問題になった航空会社だったわ。公に問題になってくると、東方航空は該当する韓国乗務員に2ヶ月の有給休暇を実施したみたいよ。そして乗務員たちに、どこの誰も会社所属身分でマスコミとインタビューできないという方針を決定したって聞いたわ。だから今回の韓国人乗務員だけ全員解雇という措置は、韓国内の例のウイルス革新者急増によるコリアフォビア
という声が上がっているようなのね。それで対策委員会を結成した該当乗務員たちは、東方航空が集団解雇の状態を維持する場合、訴訟に出るそうよ。担当弁護士が言うには、東方航空側が勤労契約が更新されるという信頼を何回も与えたのに、予告なしに解雇を決めた。勤労基準法上、正当な解雇手続きと要件を遵守していないと話しているみたい。例のウイルスで韓国と中国を結ぶ路線が打撃を受け、必要な韓国人乗務員が減ったことと、経営悪化を理由に挙げて契約延長をしないという説明を東方航空はしているそうよ。しかし韓国人乗務員は、同じく例のウイルスが拡散しているイタリアや日本といった他の国籍の乗務員は契約が解約されていないから、この判断はおかしいと主張しているの。そういえば先月、オランダ航空で、機内のトイレにハングルでのみ、乗務員専用トイレという案内文を貼って、人種差別論議が起きたってニュースを見たわ。しかも、韓国人乗客が抗議すると、乗務員は、潜在ウイルス保菌者の顧客から守るために決定された事項、と答えられたようなの。今回の件に関しても、前回の件に関しても、韓国人に対する人種差別として捉えられても仕方ないのかもね。当然ながら、この件に関して韓国ネットユーザーたちからも、やられたらやり返すのみよ、東方航空の不買運動を始めよう、日本人とイタリア人は正規職になるのに、韓国人は湖北省に行かされた上に全員解雇っておかしいでしょ。韓国内の感染者急増のせい？それとも単なる韓国人嫌悪？軽視しているんじゃないの？中国から日本以下の扱いを受けているじゃないか。マスクを献上し、入国禁止にもしていないのに、などと批判の声が殺到していたわ。それに加えて、ムン・ジェイン大統領はまた何も言えず、日本を叩くことばかり考えているんだろうな。どうせ中国側に理解を示し、韓国人乗務員のせいにするんだろうさ、といった大統領に対しての批判的な声も多く上がっていたわ。ただ冷静になって考えてみたときに、どうしても私には気になることがあったの。それは、本当に中国の東方航空側だけが悪いのかしらってこと。だって韓国の人柄的なことを考えると、韓国の乗務員側にも何か問題があるのかもしれないと思ってね。それで調べてみたら、新たなことが分かったのよ。東方航空側は今回の解雇の件で、ある程度の誠意を韓国乗務員らに見せたのよ。それにもかかわらず、解雇された韓国人乗務員は普段の勤務中にろくに働きもせずに、権利ばかりを主張していたみたいなの。もともと悪い噂が多い韓国が、マスコミに今回の件を話し、弁護士沙汰にまでしたことも、まさしく国民性が出ていると調べてみて思ったわ。今現在、世界が直面している情勢問題や、東方航空の苦しい経営事情のことを知っているのかしら。例のウイルスの影響で、中国の三大航空会社の東方航空、国際航空、南方航空の3社は、2021年の赤字総額は409億5700万元、約8025億3194万円に膨れ上がっているそうよ。コロナ禍の他に、燃料費の高騰と3月に起こった墜落事故も大きな影響を与えているみたいなの。国内の旅行市場がウイルス感染拡大で苦しい状況で、中国全土では毎日予定便の3分の2以上が欠航になっているらしいのよ。そんなことには何の配慮もしようとせず、自分たちの利益ばかりを満たそうとする行動は、自分たちのことだけを考えて他人のことは一切考えていない行動だと感じた。しかも韓国側はこれだけにはとどまらず、この出来事がきっかけで東方航空の不買運動や、韓国の飲食店で働いている中国人を解雇するってことを主張していたみたいなの。中国側に対する反発内容を見ていて、だんだんと呆れてきたわ。韓国側は、中国の東方航空のことをいろいろと言うよりも前に、もっと優先的にしないといけないことがあると思うの。
それはなんだかわかるかしら。自国の航空会社のことを考えるべきなのよ。例のウイルスの影響で最も深刻なダメージを受けているのは、韓国では航空産業と言われているみたいなの。もともと韓国では FSC の大韓航空と同じく FSC のアシアナ航空の2社で河川体制が形成されていたのよね。そこから急拡大を続ける航空需要に対応し、競争の促進を通じて料金の引き下げなどを図ろうとする目的で、参入規制が大幅に緩和されたことをきっかけに、新たな格安航空会社の LCC が相次いで誕生してきたのよ。だけど韓国って国土がもともと広くなくて、鉄道や道路の交通網が整備されていたってこともあって、国内の航空需要を拡大するには限界があったみたいね。その結果、国際線へ強く依存していたみたいなの。2019年の旅客機搭乗者のうち約 17.5% が国際便だったそうよ。そうした中で2019年7月に日本による輸出管理の見直し措置を受けて、日本観光のボイコット運動が起こったことで、観光で韓国人が利用する日本便がドル箱路線だったために影響は甚大なものとなり、それを挽回しようとしていた矢先に例のウイルスの影響が追い打ちをかけてきたの。 LCC の中で一番先に経営が悪化したのはイースター航空よ。イースター航空は2009年1月に国内線ソウルチェジュ便から運航を開始し、同年の12月には国際線に事業を広げ、マレーシア、日本、中国との便を運航していったの。しかし短期間で無理な運航路線や機材などを拡張していったことと、日本旅行ボイコット運動などがあり、単独で生き残ることは難しいと判断して、2020年3月にチェジュ航空との間で経営権譲渡の売買契約を結んだのよ。しかしそれもうまく進まず、例のウイルスの影響でチェジュ航空は自分たちの経営も危うくなった結果、契約解除となり事実上破綻してしまったそう。これによって従業員1600人が失業したの。それにこれだけでは済まないのよ。韓国の航空事業関連だけで80万人の失業者が出るかもしれないと言われているみたいだわ。これらの航空会社の業績の悪さから見る限り、韓国自体の航空サービスに何らかの大きな問題があるのではないかと考えるのがまず普通よね。自分たちの航空サービスの質の低さを棚に上げて、東方航空の解雇をとやかく言うのは違うと思うし、韓国では航空サービスをする能力自体が欠如していることがこの件で分かったの。それなら今回東方航空が韓国人の乗務員全員を解雇にした気持ちが分かるわ。韓国もそうだけど、どの国も誰もが安心して働ける環境になるといいわね。話を聞いていると、なぜ K 国の人だけが解雇されたのか分かる気がするよ。本当の理由は公にできなかったんじゃないのかな。沈静化後に社員として役立つ人間を残しただけでしょう。日本人とイタリア人は旅行が好きだから、同じ国の乗務員を配置してやるとより良いサービスができるのさ。警告人の性格はきついね。自分たちのことは棚にあげて、被害者面ばかりはごめんだよ。日頃の自分たちの行いが今回の結果を招いたんだよ。例のウイルスの影響で世界の航空需要もかなり変化があったようですね。2022年3月時点で国際線、国内線の需要は1年前と比べると大幅に回復してきているようです。 RPK といって有償旅客が搭乗して飛行した総距離は前年同月比より 76% も増えていました。中国での例のウイルスの変異種による感染再拡大で国内線に影響は多少出たものの、アジア太平洋全般への影響は少なかったそうです。航空需要の回復は順調に続いているようですね。国際線の RPK も世界平均だと前年同月比は 285.3% 増加していて、全ての地域で改善しているようです。例のウイルスが流行する前の2019年同月と比較すると、
51.9% 減少でした。世界的に見て最も回復があったのは欧州の 425.4% 増加で、2019年同月と比較すると 36% 減少まで回復しています。最近では各国の規制等も解除されてきているので、この調子で航空市場もそうですが、世界市場がどんどん回復してくると嬉しいですね。皆さんは今回の東方航空が韓国人乗務員を解雇した件についてどう思いますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。